こんにちは、なりです。今回のゲストは日本ナンバーワンマーケターの長瀬嗣秀さんです。お願いします。ようやく日本のトップマーケターとか、日本ナンバーワンマーケターって、このタイミングでちょっと嗣さんの幼少頃からの今までのちょっとお話を聞きたいんですけども、日本人と嗣さんそのフィリピン人とのミックスということで、これがその子どもの頃コンプレックスがあってご自身のマーケターの起源だったっていうことをその講座とかでお話しされていると聞いたんですけども、具体的にそれはどういった経験だったのかっていうのをちょっともし教えていただければと思うんですけど、いかがでしょうか。やっぱりコンプレックス重要だみたいな話もよくいろんなところでもしてて、で自分のそのマーケティングの原点がそのコンプレックスから来てるっていうこともあるんですけど、なので知ってる人はこの話かぶっちゃうけど、でもその自分の母親がフィリピン人だっていうところを、子供ってさ、そもそもすごいえげつないじゃん。すごいダイレクトだし、別になんかこう空気も読めないし少し遠慮したりとか気を使うってことは子供はすると思うけど、やっぱりこう周りを気にしちゃうっていうところがすごくあって、特に僕はそうだったのね。でそれは多分お母さんのせいだと僕は思っていて、でそれはお母さんがフィリピン人だから、そういった部分を晒したくないというか、でそれはなぜかというと、いじめられたくないからだと思う。簡単に言うと周りでいじめられてるのを見てて、そういうふうになりたくないなっていうのがあるからこそだと思うんだけど、じゃあどうすればいじめられないかっていうところが考えてて、でそれは目立たなきゃいいっていうことだと思うんですね。常に平均であればいいと思う。走りがあまりにも速すぎてもなんか言われるし、しかも僕顔がずっと昔からこういう顔だったから、濃かったから普通にしては結構目立つ方だったのでなるだけ目立たずにしようというのはあって、なぜかというと目立つとなんでそんな顔が濃いんだったらお母さんがフィリピン人だからとかってなっちゃうじゃないですか。絶対お母さんなんか親に紐づくので、そういうのがバレるとやっぱりこう、からかわれたりもすると思うんで、周りのいじめを見てると、でそこには入りたくないなと思った時に、学校の点数とかテストの点数とか成績とか体育のパフォーマンスとかも波を意識して、多分僕もっとできたと思うんですよ、何でも。でも波を意識してこうコントロールし、あと持ち物とかね、今金消しやってたらやっぱりいくつか金消し持ってなきゃいけなくて、それでもすごい金消し持ってると注目浴びちゃうんで、普通の与えされないやつを持ってたりとか、ビックリマンとかね、僕の大好きなビックリマンシールとかもなんかあんまりキラキラ持ってても持ってること言わないとかね、なんかみんなアシックス履き始めたらアシックスにするし、ハイソックス履いてたらハイソックス履くし、半ズボンに変わったら半ズボンに変えるし、なんかみんながランドセルだったらみんなランドセルにして、いつの間にかリュックに変わったらリュックに変えるし、自分の小さな経済圏の中でのトレンド、マーケットだよね。僕の中のマーケットのトレンドをやっぱすごい把握して、そのノームにして合わせてたっていう。でも何が一番かっこよくて、何が一番ダサいかも分かってたので、それってやっぱ今の自分のそのマーケターとしての本質がすごくあって、でもそういう癖があるからこそ、例えば僕もそんなの普通にいっぱい働いてるから所得は高いんですけど、でもだからといって別になんか所得が低い人の気持ちが分からないかって言ったらそういうことじゃなくて、逆に言うと自分がそこそこもらってるから、例えば平均サラリーマンの給与の数倍もらってるってちゃんと認識してれば、じゃあこれの6分の1の、例えば6倍だとしたら6分の1の生活どういう風なんだろうっていうのはちゃんと考えれるっていう。だから自分がどこにいるかをまず分かんないと、ちゃんと相手のことを把握できないっていうのがやっぱあって、その癖づけが多分その小学校の時とか幼稚園の頃からずっとあったんだと思うんですよね。なんかその自分をどうマーケットの中でポジションするかっていうのを的確にできる人が正しいマーケティングの戦略を考えられる。相手のためとか会社のためとか全然関係ない、僕と正反対の、10代の、女子たちのに対してブランドを売っていくみたいなことに対して考えれるかどうかって言ったら、まず自分がどんだけその人たちと離れてるかってところから始めれるかどうかで変わってくる。でそのトレーニングは多分小学校からやってたことなんだろうなって。でその根源がコンプレックスっていう。なのでなんかそういったところがすごく今思うとありがたかったかなっていうのはありますよね。それがちょっとある日変わるんですけどね、実はハーフの方がモテるじゃんっていうことは後で発覚するんですけど時代が変わるんだよね。ハーフとか田舎だったし、神戸の田舎で外人珍しいからっていうシチュエーションも全てが違うんだよ。アメリカ行くと親父の方がかっこ悪いんですよね。日本語英語だし、なんか足短くて、今いわゆる日本のサラリーマンっていうおじさんと、周りの友達のお父さんはなんかハリウッドに出てきそうな筋肉ムキムキの青い目したかっこいいなんかお父さんばっかりだったりすると、今度は英語ペラペラのお母さんの顔が綺麗で、英語ペラペラのお母さんの方がやっぱり恥ずかしくなくてみたいな、そういうなんかアイデンティティシフトみたいなのも起こり、で今度帰ってくるとなんかハーフってまたどうなのかなって思って帰ってきたら、今度ハーフがモデルにハーフが多かったりとか、なんかファッション雑誌見てもハーフばっかりだとか、だったら俺もハーフって言おうみたいななんかそうなんか全然世の中によって自分は変わってくるんだけど、でもなんかそういったところも含めて自分がマーケットのノームに対してどういう距離感で生きているのかっていうのを把握している能力っていうのは高いからこそできるんじゃないかなと思いますね。これは今でもこういう形の世の中ですけど、自分がその世の中にこう突出して出たいとかっていうのもあまりそういうのないっていう感じなんですか？目立ちたいっていうのはないけど、普通にモテたいし、はい、モテたいのは別になんか女子だけじゃないですけど、男性からも憧れたいし、なんか必要以上にモテる必要はない、目立つ必要はないかなと思うけどね。そのバランス感覚が絶妙なんですね。うん、どうなんだろうね。目立ったところで大したことないというのが分かってるので、例えば、ナイさんは、ね、今海外にいるから余計分かると思うんだけど、じゃあ東大出たらすごいかって全然、東大なんてクソみたいな学校じゃない、世界からすると。なんか10位にも入らないじゃん。何百位も分かんないけど、60位ぐらい、50位ぐらい。そんな大学だったらもう東大だろうがどこだろうが日本大学どこも一緒だよね。でもなんか世界でトップ5位ぐらいの中に入るんだったらいいんだけどさ、そんなとこでこだわってても頑張っててもなんか受験追われててもなんかかわいそうだし、そういうところをしたくないっていう。で例えば日本でじゃあ一番目立ったとしてもじゃあマーケターとして目立ったとしても、世界にはもう何千万人ってすごいマーケターたくさんいて、まあ知れてるよね。日本っていうところでかつ生きていくだけではいいんだけど、そこで目立ったところでそんなにすごい大したことはないかなって思うよね。だから僕フォロワーもそんなにいらないし、実際に会ってこうね、一緒に飲んでくれる人とか会ってくれる人とか、まあ変な話で人とか、そういう人たちの中でちゃんと僕の経済が回ってればそれで十分かなっていう考え方の方が大きいかもしれないです。その後経歴をですね、つぐさんはいろいろこう契約してる企業を何回もこう繰り返してっていう印象なんですけども、そのキャリアチェンジっていうのは意識してこう行ってきたものなんですか？それともどういうふうにキャリアチェンジっていうものを行ってきたんでしょうか？うん、意識して。もちろんキャリアは構築するものだから、適当で作れるものじゃないと思う。適当にやってる人たちは5万って言うと思うけど、それはやっぱり大したキャリアじゃないよね。何でもそうだけど戦略的に構築するものだとは思うよ。なぜかというと、履歴書っていうフレームワークがあるってことは、それは構築するためにフレームワークがあるわけで、じゃあそういう履歴書っていうそのフォーマットを見ればわかるけど、遡って高校からだけ書けるんだよね、ルールとして。重要なのはどこの小学校行ったとか幼稚園とかどうでもいいわけよ。今一生懸命幼稚舎に入れてるとか、そんなの後で履歴書にも書けないところに力入れどうするのっていうのが僕のポイントなんだけど、例えば2つとかそんなのもやればっていう、何の役にも立たないけど世の中にっていう、ね、その後高校とか入りやすいのかもしれないけど、でも入ったとして名前書けるぐらいで何年から卒業したって書くだけで、要するに履歴書の中ではその後が重要で、その後どういう内容で埋めるかっていうところに戦略的に考えていくっていうのがまず一つのスタートラインに立つ部分であって、でその後じゃあ何行あるかだよね。履歴書に結構な枠があるのよなんか20何行あるわけ、そうしたらなんか 2,3 行で終わる人の履歴書ってどうなのって僕は思ってて大学生の頃、これ埋めるどうやったらすごい完璧な埋め方ができるんだろうってなった時に、すごい不思議な話で、その頃なんか転職することが悪だみたいな、一個の会社に一生捧げみたいな時代だったんだけど、はい、じゃあなんでこの履歴書にこんな枠があるんだっていうのが結構あって思ってて。確かにそうですね、やれてみたら全然気づかなかった。確かにおっしゃる通りですね。言ってることとやってることは違うの、思ってることと腹の中で考えたことと違うのが日本人だからさまあそういうところに加えてんだけど、でもそれはいいとこだけどね、美しいとこでもあるんだけど、でもそう考えるとやっぱりここをどういった形で全部埋めてやろうかって考えた時に、ヘッドハンターとかその道のプロたちにやっぱ聞くのが大事だし、そういう人十何年後には社長になりたいんだけど、どういうふうにその社長になるべきかなっていうのを相談すると、こういう会社行ったり、ああいう会社行ったり、こういう会社でこういう仕事したり、何歳までにはこういうことやっとけばこういうポジションで得られるよとかっていうのは、やっぱりその都度その都度相談を受けて、それをこう提供できる会社さんを見つけてもらって、そこに移動したりとかっていうことをやってきただけなので、まあ構築しないと、戦略的にやらないとできないです。もちろん運はあるよ。転職したいタイミングでそういうポジションとか会社があるかって言ったら分かんないけど、でも僕はその運も良かったので、それなりに綺麗なかっちょいい履歴書になってるんじゃないかなっていうのは思います。意図的にやらないとできないと思う。そういうふうに意図的に、スクさんキャリア設計されてきたってことなんですけど、今後の活動とか展望っていうのは、思いというかなんかあるんですか、その次への活動みたいなところは。いや、もう今老後みたいなもんいや早すぎる。でもその先を見てるってことは、そこまでの、キャリアとしてはもう終わったので、達成してるっていうか。なるほど。ね、後半でなんか有名な会社の代表とか社長になるみたいなのがあったんで、それはインスタで終わった。でも今後というか、その以降はやっぱり自分がこう経験してきた知識とか知見をみんなに共有したりとか、会社に生かしてもらったりとかっていうことを考えて、今のなんか仕事の体制になってるのは事実としてあって、だからサロンやったりとか、別にこう成さんと話すことも全然なぜ嫌じゃないかというと、もうね、こういうおじさんたちはあとは知識をこう共有するしかないから、そういう場が持てるのでいくらでも話をするしっていうマインドセットでいるので、なので教育じゃないですけど、僕の知見を使ってもらえるんだったらいくらでも使ってくださいっていう形で仕事をしてて、でも僕としては同じ今までやってきた業態は分かりすぎてるっていうか、やったことあるから伸ばしたり、なんかこう協力することには全然何にもあれはない、ハードルはないんですけど、逆にハードルがある、やったことない業界っていうものに対して自分の知見を使ってもらい、かつ僕もやったことないことに挑戦できるっていうところに、どんどん今後は力というか、時間と労力を使っていきたいなというのはありますね。会社立ち上げた理由とか、会社立ち上げてやろうとしていることを聞きたいということなんですけど、だから今話してたようなその知の共有とか、それをしっかりどういった形で経験を譲渡できるかって考えるときに、ペンシー&ペーパーっていう会社を立ち上げたのは、やっぱりそれはコミュニティドリブンのビジネスモデルを作ろうと思ってて、そのサロンとかもそうだよね。コミュニティでやっぱりしっかりとある程度マーケターになりたいという人たちを集めたら、マーケターっていうものの定義とかを、考え方とか、昔やってたことも含めて分かってもらうために、そういう時間と場を作らないといけないというので、そういう会社を立ち上げたり、コミュニティ運営とかそういった意味合いで立ち上げているのと、ビジュナリーっていうもう一個の会社は、普通にコンサルの会社なので、もともといろんな会社を勤めてる間にも、いろんなところから副業的にオファーがあったりしてたので、それを継続するのと、新規でもいろいろどんどん来るので、顧問やってくれとか、プロジェクトをちょっと見てくれとか、そういうのを受け皿として、もう一個の会社を立ち上げてるってところかな。ちなみにちょっと僕の単純な興味なんですけども、つぐさんが思い描く老後っていうのはどういった感じなんですか？今が老後みたいなもんだから、これは変わんないんじゃないかなって、ずっと働いてるんじゃないかな、この調子で。なるほど。若い人たちといろいろ話しながら、経験を共有し、考え方を共有し、それが使えるかどうかは分かんないけど、僕もそういったところから学びで、いろんな会社さんの顧問とか事業とかを見せてもらいつつ、刺激をもらいながら貢献し続けるみたいな生き方、今はその完成形かもしれないですね。いろんな仕事させてもらって、いろんなとこからお給料もらって、で自分の時間と労力を豊かにしていくっていうやり方で生きていくんじゃないかな、老後はと思います。最近のニュースで、つぐさんがGoFoods への CCD というチーフクリエイティブデザイナーに就任されたというニュースを見たんですけども、これに関してはどういった活動とかっていうのをお聞きしても大丈夫ですか？もちろん、つい最近になった役職で、チーフクリエイティブデザイナーってちょっと面白いなと思うんですけど、結局、今は何やってるかというと、クリエイティブだと思うんですよね。ビジネス、お金を生み出すことってクリエイティブなので、本当のクリエイティブってお金を生み出すことなので、お金が絡まないクリエイティブはクリエイティブじゃないと思ってます。それはアートにしろ何にしろ、アートも売れてからアートであって、保管してるから、税金で賄ってるから、アートであって、それ以外はアートじゃないですね。僕が適当に書いたメモ書きなんてアートじゃないのは、それはお金が絡まないからと。なるほど。価値がないものはクリエイティブじゃないっていう、サラリーマンだから言えるんですけど、でもその価値づくりっていう部分のクリエーションって、もうちょっと戦略的にやんなきゃいけなくて、それがデザインする部分ですよね。デザインってなんか戦略っていう意味ですよね、ここでは。だって服のデザインだって戦略的にやってるでしょ。なんか、それはさ、こういう巻き返しができるできないかっていう技術の問題もあったりとか、糸の強度とか、そもそもその素材の特性とかっていうのをどう掛け算して面白い服とかデザインに高い面白い形を作っていくかみたいな、でそれをすればこんだけ売れるよみたいなところはデザインして作っていくものなので、なので戦略的にその価値創造を行っていく人間としてそのポジションがあって、GoFood っていうそのパッケージもそうだし、売り方もそうだし、味も中身も、それはもう価値をどうやって戦略的に上げていくか、それをどうデザインしていくかっていうところがミソかなっていう感じです。最終的にはこの自分のマーケットバリューを上げることになるので、そのやっぱりマーケットバリューを上げようと思ったら、やってることの価値を上げなきゃいけなくて、やってることの価値が上がってるかどうかっていうのは、お金に換算するじゃないとわからないですよね、この世の中。だからすごく設計しデザインしていく、形にしていく、お金に落とし込んでいくっていうところの流れを作るっていうのは、まあそれは CCD だろうが CDO だろうが CMO だろうがそんな変わらないと思うんですけど、まあ CCD の方がもうちょっとダイレクトにそのことを話してる役職になってるんじゃないかなっていうのは思いますね、個人的には。じゃあ最後に一言、つぐさんの方が何かあればお願いしたいんですけども、いかがでしょうか。日本のトップマーケターの長瀬です。今後とも成さんですね、よろしくお願いします。いつでもこんなことでよければ話しますし、まあ、質問等あれば、どこかで僕をネット上で見つけて連絡取ってくれれば、スタンドFMでもいいんだけど、いろんなことにお答えしていこうと思っているので、もしくは成さん経由で捕まえてくれれば、いろいろ話はしますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。今回のゲストは、日本ナンバーワンマーケターの長瀬次秀さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございます。今後もですね、このようにですね、イギリスに限らず世界中で活躍している方を紹介していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いします。そしてこの動画がいいと思った方はグッドボタンお願いします。お願いします。ありがとうございます。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。さよなら。